もうしあまれ、しょうっヒロていうちゃこんとで15言っのアとカウきンまトすが、はそれ以外に何か質アカ問ウンあれトば今のうちにどう？ ID わかんねえ。8って入れらんないの？はい、ありがとうございます。じゃあ、楽しいゲームしていきましょう。よろしくお願いします。役職をお選とりびあくだえず、さい。5、6試合くらいやり選たい。択しないこ場のアカ合、ウントでいいから、余っ1て個いる分の、役1職個のがアカウントランダムまでた見振りて分けいっられまて、す。他あのアなカたウンのト役がレ職ベル5は、までの下地を作っ村ていくっ人て感じか。です。あと夜2が更つなけんだまけしど、た。3つ、これも合わせて3人つなん狼だにけど。気をつけてください。3くらいまではね、3、4くらいまで、日々の業務をこなしながらね、意味だけど。9人部屋に参加できるんで、合戦終わればそのアカウントを9人で回し続ける。まあ9人もやりながら試合数もこなすという。それを9人夜とがも5明けま試合しでもた。いいから3試合でもやっていけばいいんじゃない。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。46番万大変だな、のプレイヤー6が万。発言します。はい、お願いします。ラミトジュンです。用途特にございません。そうだな。まあ、こんな位置なんでね。まあ、使えるもん使って精査していこうかなっていうふうに思うんですけど、まあ、声色精査だったりね、そういう声の質とか言っちゃダメか。なんだろうな。まあ、単体で見るのはもちろん。まあ、場面なんかもね、少しながら入れていこうかなっていうふうに思ってるけど、場面だけで見ると、ロックしちゃうんで、そこはロックしていかないで、発言精査っていう感じのもしていこうかなっていうふうには思ってますね。結構ね、対抗で叩き合ってて、そこでマウント取ってるね、占い師さんって結構俺黒く見ちゃいます。あと、戦う位置の完全グレーだったり、グレーっていうのは、俺白く見えちゃいます。そこの発言の言い返しで黒く見えちゃうところもあるけど、基本的に白く見えちゃいます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。そうですね。とりあえず、盤面で揃ってからね、話したいですね。わかんないので。で、どっちがね、二人出てくるのかな？どっちが偽か判断したいです。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、僕が選手でした。ランダム賞で5番さん賞でした。5番さん賞でした。早くお願いします。4番さんと5番さんに触れていくと、5番さんは自分の白すぎなんで、だけどもうちょっと攻めてほしかったっていうふうに思います。4番さんの進行論に触れるとかして。4番さんは結構、初心の一番目としては、よく喋ってて、もうなんかその、結構喋ってくれる方って、もし狼になった時、結構いろいろ怒られると思うんで、2周目もその調子で攻め続けてほしいと思います。それくらいですかね。ちょっと4番さんで気になったのが、叩かれてるプレイは、逆に白く見えるって言ってましたけど、やっぱ叩かれるってことは、何かしら理由があると思うんで、そこを白く見るっていうのは、なんだろうっていう感じで、ちょっとした、まあ、黒塗りはしておきます。以上です。1番のプレイヤーが発言します。い、よろしくお願いします。1番、村人陣営でした。4番さんに関しては、基本的には白く見えるって言ってたのは危ないかなとはちょっと思ったけど、発言的には、良かったんで、印象はいいですね。ただ2周目の精査とか聞いて、黒くなるのか、それともそのまま進行論にのっとって考えてくれるのかって言ったところですね。2周目再精査かけます。で、5番さんに関しては、盤面で揃ってから発言したいとのことなので、盤面で揃った2周目どう発言するのか次第だと思ってるんで、5番さんも2周目置きでいいかなと思ってます。で、6番さんがもし真であれば、かなりの手痛い失言をしていて、5番さんって城先なんで、城先には触れちゃいけないっていうタブーを犯してるんで、もしこの後人外が占い師で CEO するんだったら、そこめちゃめちゃ叩かれるんだろうなと思ってます。2周目頑張ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。はい、村人陣営です。4番さんが、こう、進行論を、こう、語っていて、5番さんは、まあ、でも、盤面的に仕方がないのかな、で、
思ったので、別に5番さんをクロックとか全然見えないです。で、4番さんもそうで、6番さんが5番さんをしろと。で、6番さんがちょっと4番さんに対して黒塗りをしているって状況で、ちょっとまだ僕も見えてないところが多いね。で、1番さんか。1番さんが、6番さんがちょっと手痛いことをしていると。自分の城に対してちょっと触れるとなるほどなと、勉強になりましたね。はい。ちょっとごめんなさい。2周目にもう少し考察の方を落としていけたらなと思います。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。占い仕様です。4番3白でした。4番3白でした。なんか6番さん、4番さんのことを黒って言ってるけど、俺が死んだ占い師やから、あ、ほんまに、4番さん白で、6番た、俺は黒って見てる。まだわからん。多分絶対黒と思う。で、2巡目の6番さんの意見聞いて、考えていきたいと思う。4番のプレイヤーが発言します。現状を感じたこと、誰か追加お願いします。お金が、ありがとうございます。現状を感じたこと、6、1はマジでないと思う。6が1の対抗だったら、対抗で出てると思う。むずい。色を見えないっすね、どっちも、発言的にも。2番はどういう発言だったっけな。2番は、5番はしょうがない。どうとかっていう、で、6が4に、どうのこうの黒とかどうのこうの、で、6が白先に触れてる。いや、むずい。なんか感じたことは6、1がないかなって、のみ。だから、おのずと3、1もないかなって思って、俺1番さんは白かなって見てるよ。そうだな、ごめんね、なんか追加してもらったにもかかわらず、この程度の発言。すいませんでした。5番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。全然わからないですね。困ってますね。いやー、まあ、6番さんから白もらったから、6番さん死んで会ってほしいけど、3番さんも出てきてね、全くわからないっていうさ、4番さんは ?1、2番は怪しんでるでいいの?怪しんでないでいいの?どっちだ?どっちなんだろう?俺とは触れてないから、1、2番は怪しんでるってことでいいの?俺はさっぱりわからない。困ったね。一応、皆さんもご存知の、ノルマ的なね、クエストの村2章ね、村参加の3章は、3回はなんとかなるんだけど、勝ちたいんですけどね、いつ勝つまでに、2回勝つまでに、何千試合しなきゃいけないのか、俺はもう倒れそう。6、3の話聞いて黒いと思うところに入れるしかない。以上。6番のプレイヤーが発言します。1番から増えていくと、1番さんが自分の形に触れるのはタブーって言ってたんですけど、なんかそれが、なんかその、次に出る相方の布石に見えて、ちょっと1番さんは黒だかなっていうふうに見えましたね。はい。2番さんは本当に全く色差なしで、本当に完全にグレーで、で3番さんが対抗で出てきたんですけども、その位置で全然対抗にしか触れずに、グレーなことをしないっていうのは、どうなんだろうみたいな。あんまボール出したくないんかなっていうふうに印象があって。で、4番さんに触れていくと、4番さんが、あれか、急に、
考察が濁ったなって感じがするようして、まあ、確かに濁ると思うんですけど、最初と初回打ってなんか発言をしたなと思って、もしかしたら4番さんに3番さんが勝利したのも、もしかしたら助け舟的な意味込めて出したのかなっていうふうに思って、今日は3番。1番のプレイヤーが発言します。はい。6番に関しては、その初週の俺が言った指摘に対しての弁明っていうのは一切なくて、俺が黒いんだね。俺結構自分で言うのもあれだけど、まっとうなこと言ったと思うんだけど、録画シーンだったら頑張れよってエールを送ったとともに、そういうとこはつつかれるからねっていうのに対して、3番はそれを全くつつかず、それは6も指摘していたが、3に関してはグレーセンスを全く落としていないのね。で、6が黒だと思うって言ってるけど、6が真っ黒だから、6が黒なのは3目線は確定してるわけだから、じゃあ3目線6の相方は誰なのかっていう考察をエンドポジにも関わらず落とさなきゃいけないんだよね。そう。もう、じゃあ何まだ推察、推理でもなん、推理のレベルでもいいから、じゃあ6につながりうる位置って、6が5を確定してるのかとか、なんかいろいろさ、あるんだけど、その6の方が発言は伸びてるんだけど、なぜ俺を黒く追ったのかがようわからなくて、その落としうる情報は俺落としたと思うんだけどな、初週のあの位置で。で、5番さんに関し、5番と4番に関しては2週目で、偏りも出せなかったのはもうしょうがないと思ってるんだけど、3のそのグレー精査してないところとかに関しても、特に触れてなかったところから、3がもしローだったら4か5に相方がいるのかなって、めちゃめちゃ、5はねえのか。だから4かなと思ってんだけど、どうなんだろう。現状は俺3に行こうと思ってますね。2番のプレイヤーが発言します。4番さん、騎士把握しました。ですね、まあ1番さんの発言が限りなく白いと。で、僕目線、まあ、4番さんが騎士で、まあ、対抗がいないのならば、まあ、4番さんも、まあ、白であると。で、5番さんは正直色がまだ見えてないと。で、僕、6番さんと3番さんをこう見たときに、ちょっと僕、3番さんの方が黒く見えていて、っていうのが、まあ、その6番さんはその対抗が黒だった場合の考察をしていると。で、3番さんというのは、まあ、これから2週目でそれがあるんでしょうけれども、まだしていないと。で、さらに、さっき3番さんが、最初6番さんが占い師で出て、その後3番さんが占い師で対抗を出たときに、多分って言ったんですよね。多分占い師でないと。これって致命的だと思っていて、本当に自分が占い師だったら、多分なんて言葉出ないと思うんですよね。絶対占い師、絶対人狼であるって言うと思うんですよ。で、まあ今日は、まあ、6番さんか3番さんを釣らなきゃいけないとの思うので、僕今んとこ3番さん釣ろうかなと思ってます。ただ3番さんのその推理次第で、6番さんに入れることもあるけど、まあ僕は多分3番さんに入れます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。なんか、多分あれだけど、2番さんに。俺はその多分とか言ったけど、俺本物のライン師やから、ほんまに6やから、で、2が6のことを白って見てるから、俺は6-2と思う。6-2のラインで見てると思う。で、1番さんは白と思う。俺は。で、5番はまだわからん。4番は白。で、今日は、釣るのは6番で行く、俺は。特にないけど、2番さん、俺、ほんま白いで。白の占い師やけど、なんか、あんま意味わからない。まあ、黒く見えたんやったらいいけど。まあ、俺は6。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。3番のプレイヤーが発言します。
マジで俺は6人と思うから、ほんまに6人に入れてほしい。マジで。1番さんと4番さんありがとう。ほんまに6番が俺って。もう、ほんまに、ほんまに黒。で、俺はそれで6人で、6人と俺はもう、で、5番さんはもうなんかよくわからん。まだ見えてないんか知らんけど、俺ほんまに6人と思うから、6人に入れてほしい。で、6番のプレイヤーが発言します。1,3,4が自分に言えるんですけど、1番さんにいましたね。自分1番さんのポジションで自分にあらかじめそういう風にタブーっていう風に言っといて、あとはそれを相方もし言ったならば3番さんぐらいで立てて、それを布石にして言えっていう風に言うような布石をあらかじめ打ってたんかなっていう風に思って、僕は1番さんクラブに言っていたんですけど、うん、どうなんですかね。4番さんが借りるよ。3番さん見てた26って、あくまで2番さんが僕のことを白く見てるから、ライン結ぶっていうのはどうなんですかね。そしたら、5番さんが3番さん行くのも、あれかしね、どっちかといえば、3番さん、6番も自分のことを白く見てるってことなんで、それはなんで、2番さんの時に、ライン結ぶのって感じで、別に、ゴールが残りもあるんじゃないのっていうふうに、結構視点が違うと思ってるんで、絶対に3番さん来てください。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。うわこれ4番噛まれて終わりですね。なんでだろう、なんで俺釣れたんかな。いやマジだから、もし2周目もしできたらちょっとなんで釣れたんか教えてもらえるとありがたいですね。ちょっと本当に釣れた理由がわかんないですね。これは本当にジジイです。夜が更けました。人狼に気をつけてください。もう6番に残村が悪い。夜が明けました、うん、だからもういい、割り切って次の試合行こう。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。なんかはい、誰も死ななかったってことで2番って6が、6番さんが釣られた変えたんだけど、表で、まあ出してくんね。2番って6怪しい、6番さんが釣られたのか。6番さんが釣られて3番さんが残った。なんか6怪しんでたのに今日が、まあ、3番さんの占いのこの結果を聞いて、まあ、ちょっと4が騎士な以上考察していこうかなって思うんですけども、僕は3番さんがやっぱり狼だと思ってます。3番のプレイヤーが発言します。終わればいいんじゃない。いや、これ待ってんの、これ。
4番のプレイヤーが発言します。まあ1番思ったんだけど、3の占いを何か言うまで守り位置言わない方がいいかなって思って思ってたんだけど、結局占い結果ないしね、3でいいんじゃないかな。ああ、ちょっと待って。わかんねえ。3でいいかな。3でいいよね。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 まあ、どっちにしろそれなら1陣もずれるし。3でいっか。とりあえず3人。サモさん帰ってきた。はい。占い結果、どうでしょうか。チャットでお願いします。なんで？意味がわからない。じゃあ、3番いきまーす。5番のプレイヤーが発言します。占い結果を出してくれない？出さないと釣られるよ、3番が。1番か2番どっちが白なの黒なの？4番って3守りじゃないの普通に考えて。それともどこ守り？ 1 か 2？ 俺？ 3 番はなんで結果言わないの？釣られる？あ、 1？1 守ったの？あれ3でいいんじゃね？ 3-2？3位って2いけばいいんじゃない？結果出さないでしょ、3番。3位って2。しかないんじゃない？結果出さないんだからもうしゃあないだろう、もう。3位って2。1番のプレイヤーが発言します。いや、まあ、占い結果が出てないのは痛いんだが、4番、ちょっと聞いてほしいんだけど、その、昨日の投票結果で、最終的に5番って、票替えしてるんよ。で、俺と4番目線って、まあ、俺ももしかね、村目線は黒いかもしれないんだけど、その3の占い結果が出ないことも痛いんだけど、その5番が今の発言で、その障害した理由も何も言ってないんよ。で、俺を彼に来た理由もよく分かってないんだけど、一応仏頂が起きてることから、その5番ね、今の発言って結構わざとらしかったと思うんだよ。3番もんじゃねえのとかって言ってたけど、それって5番が、3守られると思って俺を神に来て、で、護衛俺がされたから、って言った先生の発言とは捉えられんか。確かにどっちも神明は受けないし、安定信仰に行きたい気持ちもわかるんだけど、今の5番の発言って明確に黒かったと思うんだけど、違うかな？ 2 番どう聞こえた？だから俺別に5番釣れば終わると思ってんだけど、俺。今の反応って絶対そうじゃなかった。だって護衛先なんかだって、4番の発言の時に言ってたわけだから、4番の発言も大して聞いてないってことでしょ。だから5番釣ればいいんじゃないの？違う。だって、しかも昨日、占い決め打ちで6つってるわけだから、もう3が2だったら負けてしゃあないって意味だと思わない。俺5番いくよ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。その疑いには、どんな根拠があるのかな。5番のプレイヤーが発言します。さ、結果出せよまずよ。チャット打てよまずよ。ふざけて飲みかけにしろっつうのまずよ。結果も出さないで分かるわけねえだろよ。何に評価だよ。俺が6いってるのに何よ。普通に三振進行でいきたいのに結果も出してくるね。ふざけんなって話だわ。チャット打てよ。色結果出せっつってんのによ。
ありえねえだろ、色結果も話せねえのに、色結果出さねえやつってマジでよ。嵐と同じだろ、こんなもんよ。腹立ってくるわ。2黒でいいのこれ。3番が2黒で。1も頭大丈夫ってレベルなんだけど。3かまででねえんだったら3番。3番が2番入れてるっていうことでいいのかな、これ。もう本当に、どうすんだよ、これもうよ。3番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。4番のプレイヤーが発言します。はい、そうっすね。じゃあ、2番いきまーす。そうっすね。なんか、ちょっと信憑性あるなと思ってごめんなさい、ちょっと。うん。直前で迷ったんだけど、3番にやったと思ってたんだけど、5番になったんで、はい、申し訳ございません。5番のプレイヤーが発言します。あのさ、もう3番さ、占い結果出せよ。なんで決戦投票の時に出すんだよ。決戦投票の時に出せんならもうとっくの昔に出せよ。最初に出せよ。なら2番行って終わった話でしょ。本当に疲れれば5人番目になってんだからもう。めんどくせえわ。本当に精査もできねえ1番とかもいるしよ。俺がスタープレイヤーだから6番に入れてんだろうよ。センス、抜群、才能溢れるから6番に評価入れてんだろうよ。よう見たらわかんだろうよ。26だってもう。ほんと疲れるわ。2番が何て言ったか思い出してみろ。考えろ、2番が何て言ったか。6番へ死んでる奴がなんで3番入れてんだよ。もうくだらなすぎるわ、2番行く。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、5番さんにアンサーすると、めんどくせえかなんか知らないですけど、普通にゲームの発言とかができないんだったら、俺はそっちの方が嵐にしか見えなくて、で、あなたって、
って、そんなこと言ってますが、最初3番に言ってますよね。発言矛盾ですね。3番がギリギリで2番黒出せたから3番つって、確実に勝ちに行けたっていうの、勝てたんだから良くないですか、別に。いや、やめてほしいですね、ほんと。そういうなんか、言葉の強さだけで、なんか俺は村だろうがバカじゃねえのかとかって、自分の主張だけをする人って、本当に俺迷惑としか思ってないんで、今後同存しないでくださいと思います。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠がある？投票が終了しました。本当に使い物にならないやつに限ってヘリクス言ってる。投票結果でわかるんだろう。2番、これが上手いプレイヤーだ。村人陣営の勝利です。勝手にしろ、どうぞ。ヒヒでもうーい、よしよいしょ。ほんとヘリクスって言うんだ、そういうの。ヘリクス、みんな聞いたか今のヘリクス。俺がしっかりちゃんと表を読んで言ってんのに、あれをヘリクスって言うんだよ。今日投票結果で分かったって。